よ、こんばんは。みんな、やっほー、わー。こんばんは。すいません、ちょっと告知とかできてなかったんですけど、急になったのに来てくださってありがとうございます。声聞こえますか？声小さいですか？これ。こんばんは。ツッコミさすが。ツッコミ担当なれるかな。 15分だけなんですけど、今日はやろうと思います。 ギフトありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんはしか言ってない。さっきから。今日はね、今日あれじゃないですか、メンバーになってから初見です。ありがとう、来てくれて。今日29日じゃないですか。で、先輩方のね、最終活動日じゃないですか。だからその、べっちゃんありがとう。 そのね、先輩方のお話したいなと思って。候補生の時よりシュッとした気がする。それはほんまに気のせいやと思う。 今あかんね、ほんまに痩せなあかん今。 やばい。 そう、だからさあやさんとゆめたんさんとりりのさんのエピソードとか話せたらなと思っております。 こんばんは。やばないで、甘やかされて育ったらやばいから。 NGT さんの先輩メンバーあんまり深くは知らないから、いつもメールで勉強してる。わ、勉強してくれてるんですか、ありがとう。 じゃあまずサーヤさんからお話ししたい。サーヤさんとは何やろう、いっぱいお話できたわけではないんですけど、加入してからちょっとは話したことがあって、何やろう、本当にお綺麗なんですよ。そう、顔面国宝様で、なんか近くで直視できない感じ、なんか目をちゃんと合わせれないくらい綺麗で、綺麗すぎるってなって、笑顔が眩しくて。 で、名前呼ばれたことあるんですけど、春菜ちゃんって呼ばれたことあるんですけど、もうそれだけでわってなるくらい綺麗で。 目があったら石になる。そう、固まってまう。ほんまに綺麗です。あと歌もダンスもお上手で、さやさん可愛すぎる、わかる。そう、はるなちゃん。 ギフトをたくさんありがとうございます、感謝です。そう、本当に綺麗で。 眩しいです。なんか踊り方とかも結構キレがあってかっこいいなって思いますし、歌声とかも綺麗ですごくいいなって思う部分がたくさんあります。 本当にビジュアルが素晴らしく綺麗。 こんばんは。綺麗でキレがあるよね、それな。 綺麗でキレがある。んで、あとはゆめたんさん。ゆめたんさんは NGT48 に加入して、私がまあ一目惚れした先輩で。 大好きなんですよ。 めっちゃ真っ白い。 で、私の憧れの先輩なんですけど、ゆめたんさんが。 だからすごく寂しいんですけど、なんだろう、加入して
すごいなんて言うんだろう、親しみ、いい意味で親しみやすい先輩っていうか、すごいたくさん話しかけてくださって、すごいよくしてくださって、もう完全に虜になりました憧れやし尊敬してるし、なんかこんなアイドルになりたいとか、こんな人になりたいって思わせてくださった先輩がゆめたんさんです憧れ。年下の子の面倒見がいいのよね。もうなんかもういきなりお姉ちゃんみたいに接してくれていいからみたいな風に言ってくださって、もうほんまに面倒見てもらいました大好きですわあ、いっぱいギフトありがとうございますフォローもありがとうございます。先輩とのツーショット思った以上にたくさん送ってくれるの嬉しいによ。メール、みんなメールでツーショット今から送ろうと思ってるので、先輩とのよかったらメールリレー配信訪問できなかったからやっと訪問できた、ありがとうございます、嬉しいです、来てくださって。急になっちゃってすいません、まだもうちょっと時間ある、45分までなんですけど、わ、メール取らなぜひ。あとリリノさん、メール待ってるで、ありがとう。リリノさんは私加入する前に、なんやろ、歌唱力ナンバーワン決定戦の予選を全部録画して全部見てたんですよ。でその時にすっごい歌声が綺麗で、その一目惚れした歌声というか、なんか私の理想の歌い方と声質と、なんかすごい繊細で透き通った歌声じゃないですか。だからそれが、そこに憧れてて歌を習いたかったです本当に綺麗な歌声で、あの実際初めてお会いした時かな、もうリリノさんの歌声が好きですって言いました本当に綺麗で、なんかもう素直な歌声で、私もなれるもんならあの歌声になって歌いたい。こんばんは。ですごく優しくて、なんか癒されるようなオーラを持ってらっしゃる。こんばんは。はるちゃんの近況報告も教えてちょうだい。近況報告なんやろ先輩がいなくなって寂しいよ近況報告あ、近況やばい、割れた近況ごめんなさいね、恥ずかしい本骨で済ませてくれるならありがたいんですけど、日本語苦手か、うん、え、緊張なんや、緊張してる、うん、緊張でも緊張でもなく緊張です、ナイス関西弁聞きたい、関西弁やでこれ感じやばい系の人ですか、はい こんばんは。いい意味で変わってなくてよかった、そう思ってくれてよかった緊張は日本の夏
蚊取り線香みんな同じボケしてる一応最年長でお姉さん的な存在っていう噂で聞いてたお姉ちゃんに慣れてるかなギフトありがとう、フォローありがとうございます。残すところあと3分や。こんばんはっていう先輩とのエピソードでした。ポンコツぶりはオーディションから明日も配信するのできたらしようかなって思ってます。はるなちゃんくせ、こんばんは。今来たとこ、え、さっきからいてくれとったやん。あっという間やね。そう、あっという間そうだから今日は大好きな先輩方の最終活動日なのですごく寂しいなーっていう近況報告ですでした。みんなも寂しいですよね。タン押しありがとう、約束やで。70回目で NGT に来てくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。本当にどうやって名前呼ぶか悩み中なので早く決めます。はるちゃんやで。はるねーも一応あだ名。リリノちゃんのショールームに突撃しましょう。したいよ。リリノとサーヤは推しだったよ。推し様がたくさん卒業されて寂しいですよね。こんばんは。あ、スクショタイムとかするの忘れてた。はるちゃんかはるなちゃんで悩んでる。はるちゃんで、はるちゃん多すぎ、ごめんなさい。それはちょっと思ったんです。大丈夫かなって。かわいい、とんでもございませんこんばんは。じゃあスクショタイムで、あと45分になるからもう終わるんですけど、めっちゃ可愛い、ありがとう。西春はダメ、なんでもええで。証拠写真イメタンをしてくれてありがとうね。いや本当にもう推しというかもう大尊敬、大好きな先輩なんで、ハンナも今日で卒業、イメタンさんは今日で卒業してしまうんですけど、ハンナもイメタンさんみたいなアイドルになれるように頑張るので見守ってくださいツインテール、あ、履歴書パネルよかった、ありがとうあなたに届いて嬉しかったよじゃあ今日はここでおしまいです。来てくれてありがとうございました。あ、まだ15分経過って出てないわ。きっと上田に行ったら会えるで、飛んでいこうかな本当に私の憧れになってくださった人なので目指して頑張りますありがとう。あれ、あ、みんなありがとう。じゃあね、じゃあ切ります。バイバーイ。